えーす。あ、ゲーム音が小さい。いや、ゲーム音が小さいんじゃなくて、これ声でかいんで、多分。声ちょっと、声のボリュームをちょっと落としました。気持ち。気持ち落としたけど、どういう感じっすかね、今。いけてるでしょうか。これ、いけてる？まあ、とりあえず、ナマコにカバルドン合わせるまではいいんだけど。これ、いけてるこれ。まだ詐欺、ちょ、待って、ステロマクか、首打つかね。ステロマクか、首打つか。あ、いや、時間ない、時間ない、時間ない。配信、俺、できないから、そんな配信、ダブルタスクできないからさ、配信しつつ、生放送の設定するみたいな、できないから。ゲーム音が今度はでかい？あー、もうわかんねえ。相手何してきたか見てなかったわ。相手何してきた今。ちょ、相手コメントとしてくれ。今、生拳何してきた？こっちがステルスロック巻いたの覚えてるんだけど、今、生拳何してきた？は？ちょ、待って、今、こいつ何しに、何してきた今、生拳。あ、毒かわしたのか？ええ、オッケーオッケーオッケー。毒かわしたと。え、ラッキー！新作ランクもあるだろ、さすがに。もう一回かわせ。ああ、いいや。まあ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 。まあいいでしょ。いやでもな、声でかいな、確かに。なんか、音量のバーみたいなのがあるんよ。このライン超えたらうるさすぎるんでちょっと音量下げましょうみたいな、配信側で見れるバーがあるんだけど、常に振り切れてるわ。常に振り切れてるから多分でかいわ、これ。まあ、あくび連打でいいか、これは。限界。水浸し。これでどうすか？結構抑えたよ。今から剣盾買うの遅いですか？あー、いや、お金に余裕あるんだったら買っていいと思うよ。で、お金に余裕ないんだったら買わなくていいと思います。君のその、資金状況による。うん。なんかお金は別に自由に使えるお金が少しだけあって、まあ、いい暇つぶしないかなぐらいの感覚だったら買っていいと思うけど、まあ、高校生とかでね、あんまりお金持ってないから、なんか買うゲームを選ばないといけないみたいな。うん。このゲーム買ったらこのゲームが買えなくなるみたいな感じだったら買わない方がいいと思います。どうしようかな。あ、レベラスできたのか、ナマコ。突き飛ばす？突き飛ばすか？え、これさ、バドリックスだったら結構やばいんだけど。あ、いや、まあ別にいっか。そんな。結局、バドレックスでバドレックス倒せるかだが、あんま関係ないか。てか、選出の段階でそういう選出しちゃってから、バドレックスでバドレックス倒せるかだから、これ、身代わり貼られるのが一番最悪なんで、吹き飛ばし連打。あんま関係ないか。バドレックスでバドレックス倒せなかったら負けだから、なんか多分、ルートとしては多分あんま関係なくて。ドレインキッス？ドレインキッスか、まあ、タスキっぽいんだけどな、相手のバドレックス。だから、あ、なんか木の実食ったわ。あ、緊張感ね。キュレム、これは、まあ、ラブリュウマイがやばいんで、いや、やばくないか。こいつ、リュウマイしてもザシアン倒せないよね。こいつザシアン倒せないと思うんですけど、リュウマイしてもどう思いますか。どう思いますかね。でも一応ケアしとくべきですかね。吹き飛ばしますか。吹き飛ばしますか。クロスサンダー、水浸しでこいつ水タイプになってんのか。あー。
あー、なるほどね。あ、ちょっと待って、それだるいわ。ちょっとそれだるい。あー、なんか相手どうしたと思ったけど相手さすがにそれさすがにそれやってること攻めすぎじゃないかと思ったけど、あー、なるほどね。あ、そういうあれがあると。あー、まあジャレでいいんじゃないですか。ジャレ打つか。ナマコ寝てる、深いで相手。てか、まあ忘れてたんですけどね、待って第3打でも落ちないと。あ、待って、前玉第3、いや落ちないな、落ちない落ちない落ちない、前玉第3打落ちない。飛び出す中身だとうざいね。いや、じゃれつくで天然なの確定、ダメージで。馬投げて、ちょ、起きんな、寝とけ寝とけ寝とけ。はい、オッケー。いナマコウシマジ可愛いな。ナマコウシもこれあれじゃん、寝てるのにさ目開きっぱなんだけど、あそこが目じゃないってこと。ナマコウシ引っ込めた。キュレム受けれない、さすがにシスロがいるから受けれない。あー、勝ったあれあれあれ、これ次ダイマされたら耐えられるか。いや、これさ、いや、バドレックスにダイマ切れないんだよね。いや、引きでいいか。いや、てかキュレムの攻撃バドリックス耐えるよな、耐えるよな。ちょっと待って、あ、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ、いや、引くか一応。いや、多分スカーフバドで詰めた方が多分強い。いや、そう、バドで代用するとなんかスカーフのラグが出るからめんどくさいなと思って。ダイバンしてくる。あ、確かに大ホロあるとやばいから、結果引きで OK か。あ、やぶねやぶねやぶねあ、エアプの皆さんに助けられました。大ホロあるかもしれないから危ないよ。確かに危ねえ、危ねえ。ふう、汗適当にキュレムの攻撃何飛んできても耐えるよなとか言って突っ込まなくてよかった。ふう、いや、まあ、ちなみにこれ言うと、別にコメントが来る前に引いてたから。コメントが来て、それを見たから引いたわけじゃなくて、引いた後に、シャドウクロあるよとかいうコメント流れてて、ああ、確かにってなったからね。逆っすね、順番。はい。生子。勝ったっしょ、これ。やる、バイボーでも打っとく、変わんないもんな、どっちにしろ。あーナマコの技が分かんないな、どうやったら勝つ。ナマコに逆に何したら、何されたら危ないか考えるか。相手のナマコムシの技構成が自己再生、
毒毒水浸しまで見えてる。だからかまあなんか水浸し打ってきたからワイボで殺して、オッケー。ああ、だから相手のバドレックスがタスキの可能性潰せてるから、まあスカーフ持ってない限り以外は勝ちですね。ステロで、あれこれってかドレインキスでやばくね？いや、やばくないわ。ドレインキス耐えるか、バドレックスがさすがに。あ、ザシアン耐えるか。威力低いんだから。あ、これ水浸しされてる。あ、そういうこと？あ、ビット、はいはいはい。水浸しに翻弄され続けてるわ。あえて水浸しの使い方上手すぎだろ。あ、でも結果アストラルビットだったから、まあどうでもいいんですけど。確かにこれドレインキスでさ、ザシアン倒されたらさ、タスキ復活されて負けてたってこと。相手深いな。いや、俺のバドレックススカーフなんで、相手のバドレックスがスカーフじゃない限りは勝ちっすよ。えーっす。あぶねえあぶねえ。ふぅ、ありがとうございました。冬くん、うんこ漏らしたんですか？いや、漏らしたわけじゃなくて、なんか、トイレじゃないとこでするときがたまにあるんだよね。で、なんかトイレじゃないとこですると、そこに匂いがついて、なんかそこがトイレだと思い込んじゃうらしいから、なんか結構丁寧に掃除しないといけないから大変だよねっていう。Thank you.